4レース目は、ニョル、北コースに戻ってきました。車は、458で行きます。うおーおおさっきと違って、前から、2番目スタートです。前の選手の車は、アテンザです。トコフー55選手の前には、誰もいません。優勝に大手が、かかった状態でのレース。焦る必要は、ない。スタートしました。落ち着いていきましょう。第1コーナーで、この状況で、オーバーランなんて、ありえませぬ。いい当たりで、ブレーキ。追突も起こさずに、クリアできました。後ろも近いので、最初から攻めます。ここで、サイドバイサイドだー。ここで、トップになりました。とても、速い展開で、びっくりだぜー。よく見えなかったー。あらららら。ら。ここで、抜かれる。立ち上がります。サイドバイサイドだ。次のコーナーで、ブレーキング勝負だ。トコフー55選手が、前ですね。北コースです。しばらく、このポジションできました。外側に行かないように、アクセルで調整しないとね。おおお、パイロンで飛んだー。このゲームでは、よくあることですね。おやおや、後ろも近いぞー。とりあえず、横の方に行きます。ここから先、怖いので引いておきます。クラッシュ回避、大事です。皆さん、グリーンにレースしてます。平和だよー。ウプ主さんは、オーバーテイクのタイミングを、探りながら言ってます。我ながら、賢いぞ。インガは、スペースなし。でも、かなり気が付いたぞ。立ち上がりで、行きたい。ちょっと、アンダーが出てしまったー。この、緩いコーナーが連続するところでは、行けなくなったかもしれない。こんな、距離感だったら、焦らなくてもいいということか。バックストレートまで、来ました。ここでなら、オーバーテイク、いけそうだ。来て、ます。スリップストリーム来たー。この先の、ゲートの手前で、前に行きたいな。よし。行きまーす。ここで、来たー。1位ですね。でも、まだまだレースは、長い。大きな、ミスだけは、気をつけたい。やや、プレッシャーを感じながらも、うまく、最後をクリア。一つ一つ、丁寧に。後ろとの、差は、コンマ7秒。あれ？トコフー55選手が、ミスってました。通りで、2秒差になってました。独走状態と、なりました。
間もなく、フィニッシュです。やっと、このレースで、優勝できたまた、優勝回数を重ねられて、嬉しいですよー。優勝の余韻が残りますが、次は気分を変えて、レッドブル、リンクにやってきましたよー。参戦クラスは、グループ3です。ウプ主さんは、マクラーレン、F1 で、行きます。他の車に比べて、古いですが、なんとかなるでしょう。14番手スタート。スタートしました。優勝には、届きませんが、楽しんで参ります。元気なエンジン音が、いいなぁ。あれ？ストレートが伸びてないような。ここは、難しいコーナーだ。意外と、角度がきついところだし。うおおおお、なんか突っ込んで、いったー。危ない、危ない。前方のグラベルに、グラスト選手がいました。ウプ主さんは、13番手です。2ラップ目です。前で、戦いが起きてますね。おっと、ファンキーリトルレーサー選手が、スピン。これで、12番手だ。ハオエン選手が、ペナルティ消化したので、ウプ主さんは、11番手。とにかく、ミスらないことが大事か。3ラップ目。自力でのオーバーテイクが、難しそうだ。さっき、追い越した選手たちからの、攻撃に耐えないといけないぞ。うわぁ、今のブレーキで、結構来たぁ。怖い。黄色い車の、ペンナントン選手は、ペナルティ消化したので、ウプ主さんの前に現れた。後ろには、ハオエン選手が来ました。焦っちゃうぜ。しかも、トラックリミット取られやすい、難しいコーナーだし。ウプ主さんの車は、ストレートの伸びがいまいちなので、やばいな。ま、間もなく、4ラップ目。ホームストレートだあああ。第1コーナーで、来そうだ。あと、2ラップもあるのかよ。さて、ブレーキの、ぬおおお、来た、うわあああ、接触だあああ。これは、追突されたということだあああ。12番手に落ちました。ああ、さらに、たけし選手にも行かれたー。いや、まだサイドバイサイドだ。望みは、まだある。なんとか、前に留まることができたー。ひとまず、安心だ。さっきの接触で、4秒ペナルティのハオエン選手を、オーバーテイクして、11番手に復帰。波乱の4ラップ目だなぁ。間もなく、フィニッシュです。レース終了。スタートの時より、順位がアップしたから、悪くないですね。10番手のペンナントン選手には、完全に、置いていかれました。波乱の4ラップ目を、クリアしたから、いいのですがね。気分転換には、良いレースでした。再び、ニュルキタに、戻ってまいりました。優勝回数を、もうちょっと増やすべく、再挑戦するんだぜ。スタート順位は、どこかな？あらあ、真ん中あたりだったあ。車は、
WRX に変更しました。たとえ、優勝できなくても、投げ出すわけにはいきません。最後まで、走りますよスタートしました。飛ばしていくぜー。前の車は、NSX か。最初のヘアピンです。ミサイル攻撃を、見かけないような印象です。クリーンですね。D201 選手が、オラオラと来ました。試験で、狙ってきたか。当たってしまいましたが、特に何にもなし。後ろの洋介選手も、来ちゃった。ウプ主さんは、ブロック。おお、ここでいけるぞ。よーし。12番手に戻したこの辺りで、オーバーテイクできて、よかったです。前を走るのが、カズ選手になりました。コンマ、この差です。オーバーテイク、いけそうになってきましたね。おっと、何やら、火花が見えたぞ。F2002 選手でしょうか。スローダウンだったので、危ねえ。大クラッシュは、勘弁してくれー。11番手にアップ。前の方が、団子状態だ。ぬこぬこスピリット R 選手が、コースアウト。ちょっと、怖いぞ。うわオーバースピードだ10番手だったのに、12番手に、戻っちまったよ。ぬこぬこスピリット R 選手が、アンダーを出して、ふらついた。F2002 選手が言ったウプ主さんも、続きたいが、いけない。D201 選手も攻めてきたが、守りに成功だ。油断できぬ。1台、リタイアしたのか、出走者が減りましたぬ。ぬこぬこスピリット R 選手のスリップストリームを使って逃げたいのに、後ろの D201 選手の勢いがすごい。サイドバイサイドになりつつある。車体をぶつけながら抵抗していく。でも、だんだんとこちらがきつくなってきた。13番手だ。ちょっと、離れたように見えますね。おっと、カズ選手が芝刈り機になってました。なんだか、スタート順位に、戻ったぞバックストレートです。ペナルティを消化した、ぬこぬこスピリット R 選手を、オーバーテイク。やっと、前に出れた。11番手です。バックストレート終わりで、追いついてきた、2ラップ目です。洋介選手とブレーキング勝負だ。前に行かれましたけど、ウプ主さんは、まだ、有利です。順位は、変わることなく、ヘアピンを通過できました。ニョル、北コースの、名物ポイントに来ました。スピンせずに、立ち上がっていきます。ここから下りたが、D201 選手に近づきたいな。全然近づけずに、フィニッシュのところまで、来てしまいました。結果は、一つ上の、11番手でした。混戦の、1ラップ目。ガードレールとぶつかったのがなければ、もっといけたのかなと思います。ご視聴、お疲れ様でした。